バトリングタイム第20部始まります。誕生日じゃない日をお祝いしたところからスタートです。またも寝坊して朝会議はなし。宴会ではしゃぎすぎたかしら。シェードは台風との交渉について一切語らず、何か悪どいことやってんじゃねえだろうなと心配されてしまう。 B1 マネージャーのつてとは、まあそれはシェードに任せるとして、前回もらった腕パーツをチェキ。ヘビーヘッドファンシーフレーム、基礎攻撃は5アップの10を、その分 MP が1下がりますが、なんと台数を、今まで左右合わせて4だったのに、これ一つで超えてしまう。合わせて段数7にアップ。ナイトイーター初手2回、さらに1回残せますね。こりゃ強い。サワンのフレームに装備、あとはサヨリ戦前に増位から新パーツ購入しましょう。ゲームではバリバリのグロホラーを遊ぶレパード。しかし映画は苦手らしく、昔はおもらししたことも、反撃できないものは怖いとのこと。ホラグの逃亡しかないやつは怖さが違いますからね。ビープー的には人間の方がよっぽど怖い。現実に存在しないものを怖がるなんてナンセンス。お祝いが終わり、また訓練漬けの日々に戻ったレパード。何しろ次は151位もの飛び級チャレンジ。ランク執行の期限的に負ければ次はない。かかるプレッシャーも相当なものでしょう。また派手なことやってるらしいなと笑うジャック。そっちもランク上げないとライバルを名乗れないっすよ。実際パーツを強化すればファンシーボーイは結構いいとこまでいけそう。かなりのイケドン派だったカーラ。オッスオッス。ネブラスカちゃんの娘と勘違い。いや、半分くらいは合ってるか。パーティーを介して仲良くなったようで、ここでバイトしたら一緒に射撃訓練したいと笑顔で話す。将来はネブラスカちゃんが物騒なことやってたの、ここでの経験が生きたとかじゃないでしょうね。ギャングから逃げてる親子、ギャングよりヤバそう。人狼ゲームの均衡が崩れた時、テケテケとして権限するぞ。ウヨッスオッス。ゲーム自体はやってもやらなくてもよかったが、孫みたいな年齢のネブラスカちゃんは可愛いのでよし。メイはゲームの時みたいなテンションにはいつなるのかな。最後はちょい。ゲームで使った演出や募りには才能を感じたと称賛。でかく稼いだら街を出る。ネブラスカちゃんの街に滞在するのもそれまでのこと。ちょいとしてもこの街は好きだが、ついの住処にする気はないそうな。コンビニとゲーセン以外何もないしな。本日のお仕事終了。じゃあ寝ましょう。おっと、この演出は。さて、世界情勢はと。ホームガンちゃん、オッスオッス。週末ニュースタイムの時間だ。オラ、今日でゲーム開始28日目、4週間も経過したんすね。連戦連勝で250位まで上がり、今度は99位まで一気に駒を進めようとするカウボーイ君。ホームガンちゃん曰く、次のチャプター6の後、7は怒涛の展開。99位になれば環境激変。試合に限らず、チームカウボーイに寄ってくる連中も増えるはず。デュークの借金、シェードの過去、順位が上がるほど隠されていた謎が暴かれることでしょう。燃料関連のニュース、石油掘削施設の社長以下4名が乗馬不正で逮捕。爆発は不正をごまかすための自衛的事件か、それともテロリストによる犯行なのか。いずれにせよ世界的な燃料価格の高騰は止まらず、このままでは経済がおまんこになってしまう可能性も。シェードたちの知らぬところで高まる緊張感。28日目は終わり、29日目、エピソード5、レッドマザーファッカーズの集い。レッドマザーファッカーズは4人が結成した強盗団の名前ですね。激動らしいチャプター7、エピソード6なのか7なのか。恒例の朝会議、いかなる手段を用いたのか。台風は首を縦に振り、明日の試合が決まったと告げる。護衛の剣といい、ヤクザから本当に足を洗ったんでしょうか。今はもたらされた結果が全て。さあ、明日に向けて特訓するで。未だに猫を気にするデューク。話を聞くに爆弾猫ではなく、普通の子猫のようですね。ピープーは、どこに猫が隠れているか気づき、目の悪いデュークにはわからないと指摘。一体どこなんだ。マジで試合を決めたなんてすごいと驚くネブラスカちゃん。しかし、語り合いということは後ろめたいやり口なのか。デュークやピープーの言う通り、後で首を絞める結果にならなければいいのですが。猫をどうにかしろと言われたものの、追い出す気はさらさらないシェード。それどころか腹を空かせているだろう。
餌でも買ってきてやるかと買う気満々。本日の仕入れは、また変なもんばっか仕入れてる。カバフードって何なのだよ。とりあえず買い占めまして。なぜか猫の餌はチーズ。人間用は塩分が高く危険。買うときは猫用のものを選びましょう。猫用チーズはコーンスターチなどが含まれ、チーズの量は少なめに調整されています。栄養価が高く乳糖は少なめ、牛乳がダメな猫のおやつに食べさせたりするようですね。腎臓への負担がなくとも食べ過ぎは肥満につながるため、試食にはしないよう注意だそうな。ハンガーに居ついた猫、すでに誰かが餌をあげている。一体誰が世話をしているのか、そんなことを考えながら試合当日を迎えました。恒例の朝会議。会場のバックバイターアリーナより夜の試合予定時間の前に搬入するよう連絡。マジでやったのかと、さすがに簡単な声を上げるワンコ。合法行為、わいせつは一切なしとシェードは断言。蝶との戦いでそこそこ注目を集めたが、今回はその日ではない圧倒的なランク差。メディアや選手たちからの注目度爆上がり待ったなし。鍛えているから問題ないぜとレパードは笑いますが、ほんまやろか。借金問題を解決しようと躍起になるのはいいが、それで別のタイガーの王を踏んだら元も子もない。無茶をしすぎるなよと再度忠告。デュークの対応もだいぶ軟化してきましたね。ピープーは試合対策でアニメ版セイントセイラーサヨリを主張。緑色のキュウリみたいなキングギドラと戦っていた。どういうアニメなんだ。今日の試合で勝てばスター選手待ったなし。地元のロゴ好きも大はしゃぎするだろうなとウキウキ。レパードはさほど名声には興味がない。カウボーイを動かし戦うことが純粋に楽しい。それを見て周りの人が喜ぶのであればそれでいい。勝利や賞金といった期待がかかりすぎるのはうまそう。コンビニに行くとカールの母最勇気の姿あり。ギャングっぽくない。パーティーとかやる。そんなわけでお眼鏡にかなったシェード。コンビニの配達業務を手伝いなと言われる。新しいバイトだ。内容はゾーイの配達と同時事ですが、ゲージ最大まで走れる上位版。今は金に余裕がありますが、試合前にどっさり買い込めばまた金欠になる。どんとこいバイト現象。軍資金はいくらあっても困りませんからね。すっかり仲良しさんになったカーラとネブラスカちゃん。そして明かされるハンガーの秘密。嘘か本当か、水たまりの下に隠されている。ギャロー07の来歴からすると確かに隠す必要はあったでしょうけど、マップ的には普通にでかい建物なので比喩表現かもしれませんけどね。コンビニ配達は最大860円、さらにパーツチャンス2回。いいじゃない。ジャンク掘りも今度試して稼ぎのいいとこを周回すっぺ。明けからチェキ。3日で500、250、250を回収。これで導入資金の4割以上を回収。いいぞこれ。ヘイゾーイ、パーツ入荷の均衡が崩れたって聞いたぜ。今回は CPU、OS、ギアの購入はなし。他パーツをチェキ。頭部走行はバスルームスイート。HP185、ガッツ上昇補正 15%。20アップが35になるため、3回攻撃すればガッツ100。胴体装甲はサンダーストラックアーマー。HP285、基礎リペア30。回復発動までを短縮しつつ、HP 量の大幅アップ。いいアーマー。エンジンはナノインフューズドエンジンマーク2。MP3 と回復ゲージ上昇量10アップ。基礎リペアは戦闘開始時の値。上昇量は毎ターンごとの値ですね。腕部装甲は装甲プレート。HP190 のシンプルスタイル。フレームはメガラフレーム。基礎攻撃10。弾薬3。HP-20。フルパックなら HP 低下なしの攻撃10弾薬2。ただ、相談数7と半端なので、8で4発撃てるメガラに。現在の MP は4-1で3。不都合があるときは、やや性能を下げて MP アップパーツに変えましょう。こんな形になりました。頭部と腕は HP 約240、胴体は305とカチカチ。相談数8、ゲージ65の上昇40。2ターン目から発動できるはず。OS は金15でもいいのですが、中距離が5上がる上を系統。
これにて準備完了。さあランクの均衡を崩しに行くぜ。鋼鉄のカーボーイに秘術をかけろ。魔法使いたちの時間だオラAs always, Annie Z coming in with the last minute goods. Let's get this show on the road. I got some news for you. 昔の臆病なレパードを知っているため、重圧をかけすぎるのは良くないと考えるデューク。兄貴分と言われるだけあり、よう見ていらっしゃる。自分の生徒に自信をつけさせたいピープルは、逆にお前はスターになるんだぞと葉っぱをかける。効果は出ていないようですね。無理をしているのがなるわかりなレパード。最初のうちは背負うものもありませんでしたが、高ランクへの挑戦というプレッシャーの他にデュークのために勝たなくてはという重責も出現。オフリラックス効果のお茶を飲んで差し上げるな。今回はジャックは用事があるため出席なし。ホックだけだとすぐに総意と言い争いに。内容はクス訴訟もないですが、ジャックの代わりにミーが応援に参加。可愛い子ちゃんならいつでもウェルカム。パーツも買った、スキルも買った。次はランクを勝ち取るぞ。ホックライド発進。相変わらずうるさいホックですね。誰も乗ってこないのでがっかり。今は気取っていてもみんなギャグ好きの親父になり、やがては老人ホームに送られるんだぞと物悲しいセリフ。毎日何をするでもなく餌を与えられるだけの生活は人間と言えるのか。豚が問題提起してはるわ。あまりにうるさいので運転中にどつき始めるぞーい。やめろ。パイセンよろしくお願いします。久しぶりのカーボーイ君操縦席。ひょろがりだった昔とは違う。心も体も鍛え上げたから心配するな。モッドワーム戦にはドキドキの高揚感しかなかった。だが今はみんなの期待、デュークの借金、母親の安否、もう楽しむだけのパイロットではいられない。There's no more room for stupid mistakes. No matter what, we have to win this fight. 第9試合、レパードが狩るは未完の大気カウボーイ。対するは100位飛び級のタイフーン。カルはクロスをまとった美少女セイントセーラーサヨリ。いざ残機前進。先手は高機動型のサヨリ。どうもパイロットの台風は乗り気でいらっしゃらない。かわいい。しかし負ける気は一切なし。ぶちかましてくるぞ。ファイティングポーズでアーマーを上げて、一気に4マス接近し、必殺のバスターバースト。意外、50の2連打で100ダメージ。やってくれるじゃん、アゼルバイジャン。今度はこちらの番だ。まずは AP1 で吹き飛ばし、距離が空いたら1マス前進。ボーナスをもらったからのナイトイーター。アーマー15削りの80ダメージ。残った AP でカクタスガード。2マス前進して中央でターン終了。サヨリのターン。2マス交代し端へ行き、本命のバスターキャノン。意外、一撃135はきつすぎるっしょ。サヨリは油断なくリロード。2マス前進して隣接したターン終了。うんち漏らしボンドに書いてあるレパード、そのことを一応本人に報告。しかしあんなのはクソだと否定される。まあうんち漏らしボンドだしな。その後も見え切らない反応を見せる台風。モッドワームファンが兄弟がいると言ってましたが、これは替え玉ファイトだな。おそらくシェードの底をついて試合に引きずり出したのでしょう。試合が始まってしまえばこちらのもの。リボルバーパンチで1マス下げて、こちらも交代。フーリ3マスで再度ナイトイーター。アーマーを削り飛ばし残り45。決まったな。対抗読むがいい。やはり歌は弟、戦闘は兄のように得意分野で勉強していたのでしょう。しかしそれもここまで。隣接したターン終了。サヨリはナノエイトで胴体50回復。ふっ、100以下など削るのはたやすきことよ。最後のアタキ、ウルトラノックバック。幹端まで吹き飛ばし80ダメージ。さらに胴体にアーマーを付与。だがこちらにはガッツブーストがある。
まずは修理費対策でウーアン全開。隣接からの最強火力マネーメーカー。善意喪失。対戦ありがとうございました。ド迫力の火力戦を制したのはレパードとカウボーイ君。なかなかタフな試合だったぜ。ファイトマネーはついに大台の1000円に。言うほど大台か。バイト代と変わらんじゃないか。みんなのために勝たなくちゃいけない。でもそれは本当に正しい戦いのあり方なのか思い悩んだレパードでしたが、自分が負けた時のことを考えるとゾッとする。強盗団のメンバーは誰もがクールだった。自分はそんな年上の兄貴分たちに、中でもシェードに憧れを抱いた。いつかは自分もあんな風になりたい。メイやオイの前で努めて明るくクールに理想の自分を演じてみたりもした。今が楽しければそれでいい。カウボーイ君に乗る時も大それたことは考えたこともない。さすがエンジョイを求めて強盗するやつは違うな。しかし今は違う。楽しいだけではダメだと思い始めている。デュークのために、みんなのために、自分がどう感じるか。それをシェードがバッサリと一刀両断。メンバーに誰かの劣化コピーは必要ない。みんな根っこは同じチンピラの集まり。カッコつけたがっている子供に過ぎない。お前が俺になれないように、俺もお前のようなでかい男になれはしない。実際過去を克服しようと努力し続けているレパードは、メンバーの中では一番器のでかい男。シェードは本音を吐露する。見透かした風を装ってるだけで、俺は何も分かっちゃいない。それどころかレパードに嫉妬したこともある。カウボーイ君を操縦するのは他でもない。お前にしかできぬこと。俺は逃げているだけだ。あらゆることから逃げ、問題を先送りにしてきたが、今ならわかる。カウボーイ君を最もうまく操縦できるのはお前なんだ。この物語のテンパはレパード、お前なのだ。金や他人のために動けばいざという時足かせができる。だが純粋にエンジョイするものは実際無敵。本物のパイロットだと背中を押すシェード。レパードが前を向いているから、他のみんなもそれに狙える。それがなければとうにメンバーは解散していただろう。デュークは愚痴を言っているが、それは上辺だけ。ああしてメカの整備をする日常に居心地の良さを感じている。少なくともギャンブルや酒に溺れていた頃よりよほど幸せそうだぜとシェードは語る。本当の自分、本当の思い、それを口に出せる本当にタフな男はレパードなのだ。ただ共にいるのが楽しいから、だから少しでも長くいられる理由が欲しい。それが UGG だったに過ぎない。友情。昔のレパードはヒョロヒョロの少年。今の口調になったのは、目が笑ってくれるからだそうな。でかい男だぜ。本音を語り合ったレパードとシェード、互いに感じていたことを知り、絆はさらに深まった。誰かのためではなく、ただ楽しむために。強盗だろうとバトリングだろうと、それは変わらず。そんな風になったのは、周りにいい手本がいたから。ははこやつに改めて決意する。 UGG を勝ち上がり優勝しよう。今ならはっきりと言える。世界最強の天下を目指すと。男の約束、いいシーンですよ後藤さん。といったところで今回は終了です。次回31日目。それでは皆さん、お達者で。